エンジンを整備したり水を作ることだけが私たちの仕事ではありません。あらゆる緊急事態にも備えております。例えば大きな津波が来たり、その時はどうしますか？皆さんと一緒にお祈りします。お祈りします。違うだろ。違いますよね。安心してください。皆さんを救出しに行きますので、どうぞ安心してください。その他に身の回りに起こりうる緊急事態としては、船が火事になったりします。そのどうやってその火事で身を守るか、火の中に飛び込んで火を消します。この火の中に飛び込んで消すが一般の消防士さんと大きな違いがあります。何が違うのか。一般の消防士さんは119番の通報を受けて、現場に出動するのに数分程度要しますが、船の火事だとすぐに消す必要があります。なので、すぐに消さないと船が燃えてしまうと全焼してしまうか、海に飛び込まないといけません。なので海上自衛隊の消防士さんはこの特殊防火服を着て、それはもう速やかに目にも留まらぬ速さで装着することができます。今日は海上自衛隊の高い消火能力のほんの少しを見せることができればと思います。はい。こちらにいる方は本館でダメージコントロールチーフをしてます、角木さん。そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。彼はですね、簡単に言うと普段は何もせず、ほとんど寝て過ごし、いや火事があった時だけに仕事をするという、いや大変コスパがいい海上自衛隊で誰もが憧れる職種です。もう10時から起きてるからね。今さっき起きたね。ただ冗談で、大変コスパのいい人材となってます。それでは角木さん総にダメージコントロールについて説明していただきたいと思います。はいはい、お願いします。ダメージコントロールというのは、ダメージコントロールというのは、船で火災が起きた時にみんなで消火します。あと船の船底で穴がね、開いた時に水が入ってくるので止めます。止めるよね、みんなで。で、そう、ガソリンとか搭載したり修理したり。それではですね、早速来ていただきたいと思います。喋りたかった。今日の調子はどうですか？もっと喋りたかった。ごめんなさい。今日の調子はどうですか？絶好調。絶好調です。俺、調子どう？調子ですかね。絶好調よ。今日はこれ何分できるそうですかね？どう？一人だと3分やります。3分で。でも皆さんの応援があると、皆さんの応援があったら あったら、皆さんの応援があったら俺2分で行くでそうです。しちゃうよ、2分で。それでは皆さん、拍手で応援お願いします。お願いします。それでは、来ていただきます。はい、用意スタートを誰かに行ってもらいたいと思います。お願いします。ありがとう。よーい、スタート。ありがとう。頑張れ。早いね、今日早いね、これ調子いいよ、これ頑張れ。この防火服は1000度の温度の中でも耐えることができます。
ちょっと遅いよ。頑張れ頑張れ。いいペースになってきましたね。遅いかな。ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで何分で切れたでしょうかね。57秒。57秒。やった、やった、ありがとう。皆さんのおかげだよ。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。ありがとうございました。ありがとう。それでは、短い時間ではありましたが、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございます。誰か写真一緒に撮りたい人。